セレッソ大阪、沢上隆二、心に留めた言葉。高1の時に一回選手権で得点王になったんですけど、それでまあ自分が多分ちょっと勘違いしてて、2年生になった時に点があんま取れなくなって、結構周りのせいにすることが多くなってたと思うんで、高校の監督に言われた言葉なんですけど、試合に出れて当たり前って思ってやってた部分はあったんで、試合にはずっと出れると思うけど、常に謙虚にやっていかな、プロにはなれへんって言われたんで、そこからは試合に出ることに満足せずに、常に自分のダメなところを探しながら謙虚にやるようにはしてきたんで、その言葉はずっと自分の中にあります。常に謙虚。来週は京都サンガ FC 小山勤です。ぜひ見てください。